ペトロパブルフスクは1911年に浸水したロシア帝国海軍の戦艦。後にソビエト連邦海軍の戦艦、マラートとなった。当初艦名のペトロパブルフスクとはクリミア戦争時のペトロパブルフスクの戦いに由来する。同盟の艦船には日露戦争で沈んだペトルパブルフスク級戦艦、ペトルパブロフスク、アドミラルヒッパー級十寿命艦、 ルツ王の後ろ身である、ペトルパブロフスク、ビエールクト型巡洋艦ペトルパブロフスクがある。マラーとは、フランスの革命家、ジャンポール・マラーにちなんでいる。最終的には、ラドガ湖に流れ込むボルホーフ川にちなみ、ボルホフと改名され、大損害から復帰する際、戦艦から砲術練習艦に、艦首も変更される。1914年、ペトルパブロフスクは、 ロシア海軍最初の土球戦艦、ガングルート級戦艦の2番艦として、他の同型艦3隻と共に巡航した。外見的には、イタリア戦艦、ダンテ・アリギエリに似ているが、オーストリアのテゲトフ級戦艦を元にした、ドイツ式設計の影響が大きいという説もある。最初は、対独戦に参加していたが、ロシア革命による、ソビエト政府の対ドイツ単独講話により、 かつての同盟国である連合国側に攻撃され、1919年8月18日、クロンシュタット軍港でイギリスの魚雷艇の雷撃により浸水着艇するが、第二次世界大戦時の損害よりは軽く不要修理される。1921年3月、内戦の大勢が決したにもかかわらず市民生活の改善が行われないことに対し、 ペトロパブルフスクの艦上で開かれた乗組委員集会において革命の民主化とボリシェビキの打倒を求めるスローガンが採択され、同戦艦の上院ステパン・ペトリチェンコ、EN、ステパン・ペトリチェンコ、パトローチェフの2名が臨時革命委員会委員となった。事態は緊迫化して行き水兵たちはクロンシュタットの反乱を起こすが、ミハイル・トゥハチェフスキーがこの反乱を鎮圧した。 赤軍は4000人以上の戦勝者を出し、反乱が死傷者不明ながら、共産主義国書によれば鎮圧後2103人が死刑の判決を受け、6459人が投獄され、8000人の反乱軍兵士がフィンランドへ亡命するという恐ろしい結果に終わった。なお、この反乱鎮圧に主要な役割を果たしたとハチフスキー。 グリゴリジノビエフ・ペトログラード・ソビエト議長、レフ、トロツキー・リック海軍人民委員、ラシェビチ革命軍人委員会委員、ドイベンコ、ビトフトプトナ、ゲオリギー・ピアタコフといった人々は後に大粛清により、非合の死を遂げた。また、フィンランドへ亡命した反乱兵は、後に冬戦争で、ソ連がフィンランド国境地帯を占領した際に、強制収容所へ連行されるという、 厳しい報復の対象となった。関係者に対する厳しい処分の一方、艦自体は貴重など急戦艦として整備改装が行われた。結果として、ソビエト政権時代に新たな戦艦を国産して長期運用することはできなかったため、本艦は極めて貴重な存在であり続けた。1921年3月31日、艦名をペトルパブロフスクから、 フランスの革命家、ジャンポール・マラーにちなんで、マラートと改名。他の同系官もガングート10月革命。セバストーポリ・パリ革命政府、ポルタワ・フルンゼと革命色の強いものに改名されるが、放置されたフルンゼ以外は、ガングート、セバストーポリと救命に戻される。百二十八年から百三十一年に二年半かけて近代化改装。これにより、 環境構造物の大型化と第一煙突の屈曲、誘導化で、艦型が一新。1933年8月7日、第二砲塔の爆発事故により68名の犠牲者、発生。1937年5月20日、イギリスのジョージ六世大幹記念館艦式に参加。フィンランドとの冬戦争では、1939年12月19日に、 ホイビストジマザー連兵砲台に対する砲撃に参加。冬戦争時には、対空兵装の近代内化が行われ、また、航空兵装は撤去された。1941年6月22日、独ソ戦開始時、ニコライクズネツオフ帝徳の判断で、タリンからクロンシュタット軍港に交代していたため、タリン撤退に伴う損害を被ることから逃れるが、 レニングラード包囲戦の進展に伴い、ドイツ軍航空機の攻撃だけでなく、地上軍の砲撃にもさらされ、それに反撃して、ソ連地上部隊を支援する、艦砲射撃も行われた。9月23日、クロンシュタットで、ドイツ空軍の急降下爆撃機187による爆撃を受ける。1000キロ爆弾2発が命中し、全部弾薬庫が爆発。環境、 司令塔や二番砲塔前方の監首部分などが破壊され着艇。戦死者は艦長以下三百二十六名であった。爆弾を命中させた十八十七の片方はハンスールリッヒルーデルキであった。十月三十一日、砲撃能力のみの応急修理が成功。その後付用され浮き放題として使用された。センチ砲は陸上げされ防御用として 甲板上に加工岩が敷き詰められるなどの措置がされた。全部を失ったままで地上部隊への支援砲撃を行うが、戦隊ダメージよりも燃料不足による出力不足で砲撃できる機会は限られていた。12月12日及び23日、ドイツ軍の2 0 3ト、mm、ル砲弾が3発命中。12月28日、2 8 0ト、mm、ル砲弾2発命中。 九百四十二年十月二十五日、三百五ミリメートル砲弾が三発命中。十一月六日、二百九十二ミリメートル砲弾が一発命中。年末、マラートの砲兵装、三期の三百五立方ミリメートル連装手法、三期の三十四口径七十六ミリメートル砲、五期の七十口径三十七ミリメートル機関砲、二期の DK 機銃。 3機の DSHK 基準を取り外し、陸上の戦線に移動。さらに57箇所の区画核壁間の空所にセメントを流し込み、後部環境付近の水平甲板の装甲を強化。1943年5月31日、マラートは、艦名を救命ペトロパブルフスクに戻す。10月8日、203ミ、mm、リメートル砲弾が一発、命中。 1944年1月、ソ連軍の全面反抗によりようやく、レニングラードの包囲は完全に解かれるが、ペトロパブルフスクの本格的な修理と改装は、戦後数年経ってからようやく行われる。戦争中、部品取り用となっていた同警艦、フルンジを利用するなどして、戦艦として再建しようとする計画があったが、計画のみに終わった。 1950年11月28日、官名をペトロパブルフスクから今度は、ボルホフ川にちなんでボルホフと改名される。1951年9月25日、法術練習官として復帰。1953年9月4日除籍。http コロンスラッシュスラッシュ s h i p s u b y スラッシュ images.asp?id=6799 さらに、 このサイトには航空攻撃による損害状況が製図で表されており、環境前後に5 0 0ラム爆弾2発が命中したとなっている。ありがとうございます。